フレーズした瞬間の当落。あっ当たりますように。絶対に当てよう。こんにちは、よしみおるよ。お隣はにしちゃん。にしちゃんです。初めてだよ一緒に塗るの。え、ね、それだ。いやあわちゃんハートありがとう。そう、キューキーないんですよ。ファイト、ありがとうございます。今日もキュートな。キューキー、キューキーのモット。よくよく考えるとなかなか面白いよね、それ。キューキー、今日もキュートなんで。うん、その後は今日も可愛いキューキーって自分たちで言ってる。なるほど。今日もキュートな。キューキー、キューキーのモット、サンキュー。今日もキューキー、今日もキューキー元気に、今日も元気にキューキー行くぞが、うん、今日も元気にキューキー行くぞ。あー、どっちが年上？こんにちは。私がヨシミンがね、高1だから。高1です。高1と高3で2個上です。うん、見えない。高1も見えない。高1だよ。いいかな。いただきます。こんにちは。おいしい。今日はもうすぐ公演です。うん、よしみ大人っぽいんだよね。へえー、ほんまに。うん、だってさ、そう、ために見えるよね。ね、見える、ほら、やっぱみんなよしみ大人っぽい。ために見える。やったー。どうもいいね。こんにちは。ほんま大人っぽい。そう、ほんとに。しかもしっかりしてるんですよ、ダメだけじゃなくて。私が中3の頃なんか崖登ってたからね。公演頑張って、ありがとうございます。公演です。公演前です。ちょっと待ってて、楽しみに次第交代。ありがとうございます。つひもさん、レインボースターありがとう。今日は豚しゃぶにしました。はいはい、うん、こんにちは。豚しゃぶにしました。今日はさっぱりです。うん、めっちゃポテサラ美味しい。ぶひやまぶひよさん、みじろだるまありがとうございます。浦部さん、真珠ありがとうございます。ティッチさん、かわいい、ありがとうございます。まだスピンだよ。いい、皆さん、何か変わったところはどこでしょう。誰か教えてください。変わったところはどこでしょうか。浦部さん、ココナッツ、やった、ありがとうございます。ココナッツ。ミョンさん、ハイビスカス、ありがとうございます。お、今日行く、ありがとうございます。ヨシミンコール待ってます。配信でもありがとうございます。 DMM もループしてるって。電波悪いのかな。うん、電波いいぞ。悪いってどうする。みんな変わったところ、可愛いところ、髪切った、正解、前髪切りました。メイクしないけど、メイクの前に髪の毛だけ切ってもらいました。あれ、メイクしてないの。してないよ。うっそ、びっくりした。おお。本当だ、みんな西丸ループしてって言ってる。デコデコさん、ハートありがとうございます。袋の位置、袋の位置変わってないです。ここです。私めっちゃあれなんですよ、めっちゃ袋多いんですよ。体も顔もなんかわかんないんですけど、日焼け止め塗ってるのに火に当たったら絶対袋必ずできる人でさ、もう本当に1日外に出たら3つ4つは増えるんですよ、袋が。あ、2週前だ。泣いてる。手にある、そう、手にある、手にもあるし足にもある、同じ感じで。私袋ここしかないよ。え、あと肩とか、全然ない。ないね。そう、ほくろだらけ私。ほくろあることかわいいよね。かわいい。
やだよ。私なんか隠れた場所にしかない。薬指とあとなんかこの、ね、肩。そうなんだ。いけ。頑張れ。いけ。頑張れ。ショールームをするんだ。いや本当にできるんですよ、ほくろ。本当にほくろ未遂みたいなのがいっぱいできるんですよね。エヴァにのスカオさん、だるまありがとうございます。すごい、なにこれ。こうしたらさ、めっちゃ黒髪が黒髪。あ、おめでとう、皆さんありがとうございます。復活。あ、背中入る。ありがとうございます。いくぼ、あれ、いくぼ、かわいい。私が一緒にやるとこって、あそこか、ソフトクリームだけ。そうだね、絡めるところだね、それだけだ。あ、あとつまみたちで目合わせれるよ。あれや、うん、タンポポ。あ、あ、そう、ほんとだ、タンポポじゃん。ほんまや、タンポポだ、めっちゃ大事やった。え、つまみたちの子、かわいい、ありがとうございます、カワトンさん。え、嘘、どこ、つまみたちって。へこたれたりしないよ、一番最初は全部どこでも合うよ。ちょっと見ちゃおう。復活しました。見てね。あまちゃん、ハートありがとう。22分。じゃあちょっとそろそろ終わります。皆さんごめんなさい。携帯がもう。卵めっちゃ美味しい。なんかとろける。イニシャル D ちゃん、アロハ。ありがとう。アロハ。皆さん、アロハ。楽しいね。なんか夢の国に来た気分で。じゃ。読みます。13位てつさん、ありがとうございます。12位あまちゃん、ありがとう。サウナスーツじゃないです。11位くつひまさん、ありがとう。ダウン着てます。10位のぶくろ、ありがとう。じゅんたろさん、カモン、ありがとうございます。あ、変わっちゃった。こばとんさん、ハートありがとうございます。やまとしさん、ココナッツ、ありがとうございます。チューチュー、ありがとうございます。9位ダニエルさん、ありがとうございます。8位ライトマン、ありがとう。わ、だるま、ありがとうございます。7位かぼちゃのかつさん、ありがとうございます。ありがとう。6位ファイヤーサーフさん、ありがとう。5位野原しんのすけのすけさん、暑くないです。割と意外と暑くないんですよ。4位すーくん、ありがとう。暑そうですよね、結構暑くない。3位日高浩二さん、ありがとう。2位イニシャル T ちゃん、 T ちゃんありがとう。1位あずま一心、あずまもしかしたら東さん、ありがとう。皆さん、ありがとうございました。声がアイドルですね。大好き、ありがとう。めっちゃ嬉しい。声がいいだって、めっちゃ嬉しい、うん、ちょっとこれで声優の仕事来ますように、うん、好きな声優さんと声できますように。今日も顔見なくて泣けるふう。はい。ね、めっちゃ揺れててくさ、ほんまそれな。さ、じゃあ終わりたいと思います。こうは皆さん来てくれますか。ジンナロさん、ダルマ100個、ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃおもろい、一人で声し来てくれます。スクショタイムちょうだい。ちょっとリップがないんで。岩盤浴じゃない、でも岩盤浴行きたい。なんかこうしたらめっちゃ黒くないですか。めっちゃ黒い、ほら指がならないとあるのとね。よくわかんないポーズ今の。ほら、ほら、すごい。あ、ここみこ疲れ部活、岩盤浴よりサウナ、吹奏楽部行けてますか。どっちも好きです。岩盤浴もサウナも大好き。ロウリュウ好きなんですよ。終わりたいと思います。どっちにもあるじゃないですか。岩盤浴にもサウナにもある。ロウリュウっていうアロマ、アロマをサウナストーンとか岩盤浴の石とかにアロマを、アロマ、アロマをかけてプシューってわざと、あの熱いものに水をやったら蒸気が湧くじゃないですか。それをわざとやらせてサウナの湿度をさらに上げる、で汗を出すみたいなやつがあるんですけど、それがめっちゃ大好きですね。 私あっちの時計が、いってらっしゃい、うん、皆さんお先に失礼します。バイチャモー、バイチャモー、失礼します。尊いと星様、ありがとうございます。公演頑張ります。今日は久しぶりで、昨日もさ立ち位置で練習できてないから、今日は
少しだけ練習しようかな。めっちゃそう、整う人、そうなの、整う大好きだから、さあ、ロウリュウ大好き、行きたいです、近いうちに。まだスピンでもメイク4番目だから間に合うかなって感じだけど、まあでもギリギリになっても遅れることはないから大丈夫なんだけど、遅れるってことはないからね。サンセットやります。そういいですよね、ロウリュウ。サウナとロウリュウだったらどっちの方が岩盤浴か、どっちも好きなんですけども、どちらかというと岩盤浴の方が好きかな。まあでもどっちもそんなに大差ないと思うんですけど、岩盤浴は寝れるから、あと温度いろいろありますよね。でもサウナだと塩サウナっていうんですかね、塩を体に揉み込んでさらに汗を出させるやつかな、塩サウナが好きです。デコデコさん、真珠ありがとうございます。と塩サウナおすすめです。でも今日まだ前の子もメイク行ってないからまだ時間あるかな。ミンスキュさんであるもありがとうございます。ヨシミンコールと青とオレンジのペンライト待ってますね。たくさん叫んでくださると嬉しいです。砂蒸し風呂、何それ、そんなのがあるんだ。なんだろう、砂蒸し風呂って。コバトンさんファイト、ありがとうございます。頑張ります。うん、砂も日本もそらそうか、砂と砂で覆われる感じかな。うん、行ってみたい。サウナなんだ、風呂って言うけど、やばい、お茶忘れたからめっちゃ喉乾いてる。同じこと言ってる同じこと言って、なんて読むか分かんないけど同じこと言ってる。めっちゃそれほど有名なんだね。こんにちは。デカラ知らない、デカビタとだから、え、本当に初めて。オロッポ以外にも何個かあるじゃないですか、そういう系のドリンク。何個か聞いたことあるけどデカラは聞いたことない。デカラ、デカラ、
うん、イブスキって読むんだ。へえ。めっちゃ行ってみたい。鹿児島にあるんだ。有名なんだ。イブスキの砂風呂。へえ、行ってみたい。難読漢字なんだ。花店ぐらい。へえ、行ってみたいな。花店は知ってます。花店は知ってます。さすがに大阪人だから、関西人だからね。すごい、地熱発電できるぐらい、すごい。ね、花店は全然読めない、絶対に読めないね。花店はというか他の難読漢字も絶対読めないけど、玉ねぎ美味しい。ひらかたん、重曹、メフ。クイズ番組が好きなのでクイズ番組よく見るんですけど、だいたいその辺出てきますよね。クイズ番組でだいたいその辺出てくるよね。淡路島の玉ねぎって曲。へえ、淡路島の玉ねぎ、それとも玉ねぎっていう淡路島の歌、わかんないけど、どっちにしろ面白いけど。うん、クイズ番組出てみたいです。めっちゃクイズ番組出てみたい。やっほー、ありがとうございます。あれ、お、15分経ったかな。ではでは終わりたいと思います。玉ねぎ食べたいドラケチン、ありがとうございます。来てくださって急でしたが、公演頑張っていきたいと思います。終わりますね。ありがとうございました。前髪切りましたので、今日は前髪にチェック、注目してくださいね。今日はそうなんだ、 SDU 誰だ、ガガガと同じ人だ。ちゃんちゃんちゃ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 んちゃちゃんちゃん。ではでは終わりたいと思います。来てくださってありがとうございました。このあと45分から
公演ですのでお待ちしてます。お待ちしてます。あ、そうそう、ジャンレディたくさんのお便り送ってくださって本当にありがとうございました。あの選びきれないぐらいもうたくさんのお便りいただきまして本当にありがとうございます。送ってくださった方全部読みたいところなんですが読めなかったので、そう45分です。お待ちしてます。 DMM の方もぜひ見てくださると嬉しいです。公演頑張ります。13位、ラッチョさんありがとうございます。12位竜巻さんありがとうございます。11位トモノさんありがとうございます。10位デコデコさんありがとうございます。9位ウーカミのほこしさんありがとうございます。8位ジェンナロさんありがとうございます。7位コバトウさんありがとうございます。6位しんのすけさんありがとうございます。5位はるさんありがとうございます。4位ブヒヤマブヒヨさんありがとうございます。そして3位はドゥルルルルルルルン浦部さんでした。イエーイありがとうございます。そして2位はドゥルル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 ルンスティッチさんでした。イエーイありがとうございます。そしてこの配信の1位はドゥルル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 ンニョンさんでした。イエーイありがとうございます。ありがとうございます。年送ってくださると嬉しいです。男女じゃない方も来てくださってありがとうございました。この後公演です。頑張りますチーンありがとうございます。ということで次の配信も来てくださると嬉しいです。次の配信も来てくれるかな。それではまたねー。